はい、おはようございます。カモンマテリアル、はい、マテリアルの高部五郎です。上野ひろです、よろしくお願いします。はい、この番組は様々な才能のマテリアルを集めて新しいことにチャレンジしていくムービーズカフェマテリアル谷町の可能性を発掘するために、発信している番組でございます。はい、はい、お願いします。ということでですね、はい、7月の31日ですね。はい、はい、ね、いやもう最後ですよ、はい、7月最後の日ですよ。早いです、ね、早いよね。もう俺あの、うん、始まった時に、7月始まった時に俺7月は来ないと思ってたって言ってましたね。来ないと思ってた7月がなんともう末に来ているという。もう末ですよ、はいはい、もう梅雨も明けてね、はい、カンカン照りな毎日でございますが、はい、まあ、台風も来たり来なかったりみたいな感じなんですけども、はい、この時期やっぱりね気をつけないといけないのはね、熱中症ですよね。ですね、ですね、怖いですよね。いや怖いですね。僕去年もなったんですけど、うん、ですね。去年もお盆の墓参りに一人で行って、はい、あの豊中にあるんですけど、あのすいません、あの関西の人は分かると思うんですけど、はい、あのね、阪急のね、はい、豊中駅から歩いて30分ぐらいのところにあるんですよ。また無茶しましたね。いや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 、でね、あのね、タクシーかバスなんですけど、バスはね遠いんですよ。はいはい、でタクシーも乗んの30分ぐらいで歩いたらええやんと思って、あ、で、あの近くのスーパーで、はい、あの2リットルの水を買って、はいはいはい、でこれを飲む、飲む、もしくは体にかける、はいはいはい、でそれを、2リットルをね2本かな、2本、はい、買ってんで持って歩いてたんですよ、はい、でうわ暑いなってビャーってかけたりとか飲んだりとかしながら歩いてたんですけど、はいはい、もうね半分ぐらい行ったところで、はい、もうお湯になってるんですよ。もうかけても飲んでも全然体冷え、カンカンでもう全然無理みたいな。帽子はかぶってた、ね、いや帽子はかぶってました、ね、帽子はあの、はい、いつものハットかぶってたんですけど、はい、まあ、全然何やっても無理みたいな状態になって、とりあえずお墓参りは済ませて、もう帰り一人で帰るの無理やからと思って、はいはい、あの友達に連絡を入れたんですけど、友達が来るのにだいぶ時間がかかって、はいはい、その間本当にね、あのお墓の周りってね、はい、遮るもんが何もないんですよ。あ、影がない、影がない、はいはい、木陰に入ってももうなんか全然分かんない。でもしょうがないからタクシーで駅まで帰って、はいはいはい、で その駅で友達もあって、あ、友達に車で家まで連れて帰ってもらったんですけど、はいはい、まあまあまあそれは去年の話なんですけどね、はい、今年も、つい先日ま いやなったというか、まあ多分あれは熱中症みたいな感じやなっていうかね、はいはい、あのもう数年ぶりにあの柔道をあのちょっと、教えに来てくださいっていう話だったんで、はい、あの教えに行ったのはいいんですけど、室内ですね。そうですね、室内ですね、はい、室内ですね。もうね、あのやってる最中はまあまあなんとかね、はい、まあ、それでももう体力ないから、今までやったらもう3分5本ぐらいのランドリー練習とかって普通にできてた人なんですけど、もうね1本やったらもうだいぶ体力なくなってて、で高校生に向いてて5本のうち俺2本しか出えへんからって、うんうんうん、1本目とラストだけなって言って、はい、もう決めてるんですよ、はい、で1本目は1年生が来てくれるんですけど、はい、あの2本目はね、あの3年生の一番強いやつが来るんですよ。高校生で、高校生ともうごついですよね。そうそう、なんでお前が来るのみたいな。はいはいはい、はい、もうでそれで終わって、じゃあ帰るわ言って帰るんですけども、うん、まず着替えられへん、もうまず着替えられない、もうずっと熱が出てて、水飲んだりとかお茶飲んだりとかいろいろやったり、はいはい、しんどくて着替えられない、しんどいんですよ、しんどいんですよ。着替え終わるのに15分ぐらいかかったな。でそっからじゃあって言って帰ってくるんですけども、はいはい、チャリンコにたどり着くまでが、あの高校生の目あるから俺さすがにあのしんどいかもできへんからと思って、はいはい、一生懸命気張って歩いてるんですけど、もうそんなんとんでもない。で座ってチャリンコ漕ぐのが大変みたいで、家やっとたどり着いたのがだからほんま40分ぐらいかかりましたね。普通にスーッと行ったら10分もかからん家やねんけど、やばかったですね。いや結構やばかったですね、結構やばかったですね。うん、でそっからもう家の中であのめっちゃ冷たい水とか飲んだりして、はいはいはい、あの真っ裸状態ぐらいになって、あの涼しいクーラーでなんとか体冷やして助かりましたけど、怖いですよ本当に。いや本当にね、気づいてたら遅いですもんね。ねえ本当にね、あの家の中おっても熱中症になるって言いますか ねそうですよね、はい、まあだからもう夏はね、はい、涼しいところでっていうのもそうだし、はい、もう一個ね、あの結構ねあるのはあのマスク、
暑いんですよこの布マスクとかでそのまま出ていったら で,、ねはいはいはい、でもね今僕つけてるやつねめっちゃ涼しいんですよ、はい、これも涼しいめちゃくちゃ涼しいスースーすめちゃめちゃいい、はいはい、これがですね、これ作った人が今日そこでバナナ食べてたんですけど、はいはいはい、そこでバナナを食べてたんですけど、はい、もうバナナが好きで好きで、はい、いろんなとこ行ったらあいつのためにバナナ探そうみたいなあそこにバナナなってるでとか教えてくれる友達がバナナなってるんですそうそう なってるやつをね教えてくれるんですよ、はいはい、で嘘マジとかって言いながらそれをもぎ取って食べて帰るっていう、ね、人なんですけど、はい、その人が、はい、今日も、はい、まあ、月末ですからね、そうですね、はい、はい、月末レギュラーできております、はい、本当これつけ心地っていうかそうなんです、ね、これを作ったのが、まあ、彼女なんですけど、ね、ブラウンスタイリーで、はい、夏用の、通気性がすごいドライの、はい、マスクですね、はい、オーガニックマスクですね、はい、はい、ということで、シスターケイさんよろしくお願いします。パパイヤとバナナが大好きな、シスターケイでございます。はい、はい、今月もね、この時間がやってまいりましたけど、そうやね、はい、で、これよね、これね、そうこれいいよね、すごいプロみたいやった。何が話の持っていき熱中症からな、熱中症から熱中症からの、うん、だってこれ、うん、サプライズで今日ね、そうそうそう、プレゼントしようと思って、みんなマスクのニュースが最近多いから、化学繊維とかでね、子供たちもすごい大変そうやから、うん、なんかね世の中のためにと思った時に、うん、オーガニックの自然のね繊維を使って、で息吸うと涼しいっていうのを作って、そう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 、で持ってきて、うん、さっきあげたらまさかのすごいな。いや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 、もうね、はい、その MC トークちょうだいその力欲しいわ、私ライブで欲しい。いや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 、まあとにかくね、でもそのやっぱお母さん目線やからやと思うんだけどね。そうやね、子供のことしか考えない、ね、だから子供のために何作ろうと思ったアイディアがすごくいいから、他の人にも、ね、そうなの、本当はそう、これ、うん、キッズ用に、はいはいはい、わーって作って、私英語の先生してるけど、はいはいはい、そこの教室で売ったりして、はいはいはい、ちょっとでも身近なね、うん、子供たちが楽して学校に行けるようにと思って作ってるので、うんうん、ついでに大人用も作って、はいはいはい、したら、なんやこれめっちゃ涼しい。いやこれねすごいいい、めっちゃ涼しいのよ、うん、やっぱね、何その湿度が上がるとね、うん、その外出たらもう布熱中症そうそう熱中症ね、なるわけですよ、なるわけですよ。だからそうならんようにするためにはやっぱりこういうやつがねいいよね。そうこれ、うん、つけた人しかわからないの、うん、あのね、あの別にね、あの隙間がめっちゃ空いてるとかじゃないんですよ、いつもと一緒よ、うん、あのだからオーガニックコットンのやつやから。そうそう、そうなんですよ、オーガニックコットンとこのドライになる、吸えば、はい、すぐになんか水分が飛んで、うん、冷たい空気を吸えるっていう風な特殊な感じになってるから、はい、だから息吸ったら涼しいでしょ、うん、そう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 、しかもこもってくればくるほどこうスー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 してくるっていう、うんうんうん、で形は前のアフリカ布と一緒やから、はいはいはい、喋っても唇がつかない、うん、前よりは柔らかいけどね、そうですね、でも、はい、楽ちんっていうのをね、これなかなかやっぱのあのコットンやからつけ心地がすごいよね、うん、そう、しかもこれシワにならないから洗濯もしてそのまま干したらすぐ乾いて楽ちん、うん、はい、ということですので、ぜひまた欲しい方はマテリアルにも置いてるし、うん、ブラウンスタイリーでも、直接も顔を名前と変えるので、ね、まだオンライン載せてないまだ変われまだらしい、もうちょっと待って秋ぐらいには何とかなるから秋終わってるやん、はい、ということで、まあ、今日は別にこのマスクを売りに来たんじゃないんですけど、びっくりした、歌いに、ね、来ていただいてるんですけどね、はい、ですね、今月、まあ、先月はサマータイム、ね、そう夏の、ね、始まりということ で, ということで初夏ということでサマータイム歌っていただいてっていうことだったんですけど、今月はですね何を歌っていただくんでしょうか。言うの、言うて言う、アメージング・グレイス、はい、まあ、ね、アメージング・グレイスなんですけど、まあ、ちょっとアレンジをね、そうね、まあまあ、当然ウクレレでね、そうクムウクレレでやるからちょっとクムウクレレやん今日は
いや分かってるやん、だから言うてるやん。前忘れた、前忘れた、前忘れた。自分で言うなって言うて、そうや。俺はさりげなくクムクリで言うてるだけやん。自分で言うとるが。褒めてほしかったよ。今日持ってきた褒めてほしかったと思ったら、前の失態言ってもた。なんてこと、小学生やな。はい、ということで、まあね、あのウクレレアレンジバージョンのアメジングクレスっていうか、やっぱなんか不思議な力があるのか、教会とかで歌ったり精神統一でね歌われてる曲なだけあって、聴いてると、うん、英語でも意味が分からなくても、うんうん、なんかスーッとちょっと心この間だけ瞑想というかねできる曲やなと思うし、それを今日はオリジナルで日本語にアレンジしてきた。あーすごいすごい、いやそうやね。いや、やっぱね、日本人ってね、日本語で聞いた方が刺さるのは刺さるの。ほんま。しかもね、うん、あれ、ほんと、もう、日本語訳にする人ってなかなか大変っていうのをみんな分かってほしい。そう。英語を日本語訳にすると、全然合わへん。曲とメロディー。文字数も合わへんし、ね。日本語すごい少ないから。そう。それをどうやって作るかっていうのは、アーティストのセンスが問われるので。確かに。はい、だからいろんな和訳がアメージンググレイスあると思うけど、誰かのするんじゃなくて今回私のオリジナルで、はい、オリジナルであの訳してみてやったんですよね、はい、だからちょっと途中で日本語も入るから、うん、みんなそれじっくり聞いてくれればいいかなと思っております、ね、はい、まあね、なんでしょうね、そのまあコロナもね、いろいろあって熱中症もね、熱中症もあったりして、みんないろんなね思いしてる人がたくさんいらっしゃると思うんですけど、ね、そういう方の心にちょっとでもね、涼やかな感じで、そう、ちょっとスーッと、届いてくれればいいかなと思いま す、ね、ちょっと体の浄化を、はい、心の浄化、はい、できたらね、ということで、歌っていただきますんで、はい、はい、よろしくお願いします。はーい、いただきます。アメージングレース Save a little
いやーすごいね、さすがね、バナナパワーは。バナナ消したのに。バナナトークになるとね。バナナパワーすごいね、やっぱりね。いやいや、バナナトークになるで。ああ、ごめんごめん。だからまあやっぱでもね、日本語訳というか、そのね、歌詞がね、わかりやすい、わかりやすい言葉が入ってるかなと思うけど、神様の言った恵みというかね、自然に逆らわずに自然と共に生きてたら、みんなトラブルもなく自然とね、緩やかに生きれるよっていうような優しい和訳やね。いろんなことをね、思ってる人は世の中にはたくさんいると思うんですよ。一人二人とか、そんな誰とかっていう話じゃなくてね。でもちょっとだけ気持ちをね、和らげるというか、ちょっとだけ気を抜くというかね。そう気抜くのが一番正しいかな。そう、このコロナやからさ、みんなそれこそ経営とかも大変やし、気抜く言われたって、そんなもんあんたらな、そうそう、よさことみたいなんて言う人もいると思うし、思ってると思うし、私も実際そこのその人たちの立場やったらそう思うやろうなって思うかもしれないけど、そこで一回こっちから見てる視点をさ、こっちから見てみるとかっていうの、一回ワンクッションするのに一曲アメージンググレース聴いたりとか、海行ってアイシングしたりとかして、ほんでふって一回全部体の中のデトックスをしてた、違う方向が見えたりするから、そんなんもっと気抜けるかなと思ったり、ね、それにはまあこういうね、さっきのああいう曲をね、聴いてみたり、バナナ食べてみたりすると、またね、バナナ食べてアメージング・グレイス。そうね、一緒に口ずさむ、それが最高やね。ちょっとくちゃくちゃするちょっとくちゃくちゃする。ほんでコーヒーやろ完璧やん、ね、はい、まあまあそういうことですね。だから、歌ってね、いろんな力があるんでね。そう、なんか今世の中歌いらんって言われてるけど、いやそんなことない、ね、全然ね、ね、ライブをする場所とかもどんどんみんな減ってるみたいで、でもね、だそれはね、その歌の必要性はみんな分かってるんですよ。そうやろうね、そうそう、私忙しいもん私、まあとにかくそのね、まあちょっと気持ちを落ち着かせるというか、ちょっとよく置いとくっていう意味でも、こういう歌をね、やっぱりね、そうやね、みんな聴いていただきたいと思うので、また来月何でしょうか、ね、8月を待って、ね、いやいや、だって8月7月8月はレゲエ歌を言うてたから、レゲエ歌を言うてアメージング・グレイスじゃないかい。そう、まあ、ちょっとアレンジしてね、来月はまたね、そう、レゲエ歌うって言っとって、はい、前日まで何を歌うかわからない、それがこのカモンはデビューでしたね。まあ素晴らしい無茶ぶりを毎月してくれる、はいはい、僕が毎月無茶ぶりするんで、無茶ぶりしてます。これどうって。前日やから。いや前日ちゃうって。あ、前日。前日ちゃうかって。2日前ぐらいじゃない、でも3日前に入れたら変わらん。3日前に入れたら3日も全然変わらん。いやあんたほら、週末いつもライブや言うてて忙しい。ライブの時はもう携帯その辺置いてるから既読スルーされてさ、もう本当にその、俺めっちゃ心配したよ。お母さんに連絡入れた。大丈夫って。いつまでだ来んねんけど、全然すぐ帰ってけんで、既読スルーされてんねんけど、体調崩してるとかないって言って、お母さんに入れたら大丈夫やでって帰ってきて、ああよかったって。 Too busy やで。ほんまにすっごい忙しかったの、はい、そうそう、だからいつもタイミングを見計らうのが大変ね。でもね、頭の中では返信した、後で返すって言ってとりあえずこのライブのセットを何曲覚えてるでしょ、メモリー、はい、違うのが入ると絶対にあかんから、そうライブ終わってから後で返すって思いながらおった。いやだからタイミング見たかんのって。一応私も考えとるんですよ。後でちょっと待ってよ、ちょっと待ってって言った携帯に。あ、それは俺には聞こえなかった、ね、今日のバナナは聞こえたのね。すごいタイミングだったな。はい、はい、ということで来月もまた、よろしくお願いしますということです。はい、どうもありがとうございました。はい、じゃあ、あゆみ、はい、おはようございます。おはようございます。はい、お店の情報ですが、はい、今のところはまだないので、そうですね、あと3週間我慢しないといけないですね。そうですね、はい、まあ着々とね、お店は準備をしておりますので、ね、そうですよね、まあいろいろこう変わっていってするんですけども、ね、はい、
はい、やっておりますので、ぜひぜひ、開けたら来てください。はい、あれですから、毎日やってるマテリアル通信の方でもね、はい、いろんな実験的なこともたくさんやってるんで。やってます。はい。はい、実験的なことやりすぎて、フリーズしたりとかしてるんで。ズームでね。まあまあそれを見るのもまた楽しいと思いますんで、はい、見れるので、そう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 、来れない間はとりあえず、はい、ね、はい、マテリアル通信で、はい、フリーズを楽しんでって、今日もやんのかな、フリーズを違う違う、フリーズを毎回やってないです、今日も止まんのかな、毎回やってないです、雷なんてこう止まらないです、そうそうそうなので、はい、はい、また見てください。はい、はい、じゃあ帰ります。はい、何の話してきたの？はい、はい、高橋さん。はい、おはようございます。はい、シナプルゲータ高橋由紀です。シナマというのコーナーでございます。はい、とりあえず選手が引き続きね、はい、ね、はい、東京の方頑張っておりますけども、そうですね、はい、大阪あと2週間お待ちいただきたいと思います。はい、まずこの作品の中でね、もう1箇所だけね、もう切り取りたいシーンがあってね。また言いますここで言えへんのかい、でもまあまあ、ね、ネタバラシじゃないかもしれない、あ、まあまあ、でもまあもうその主役山中原君ですけど、うん、もう出てないシーンですし、で選手来てくれた桜彼女も出てないシーンです、はいはいあるシーンでも、はい、もうそこだけもうすごく良かったです、はいはいはい、あ、他も良かったですよ、すいません、今の言葉だから ね、これだから NMB、うん、元 NMB のね、はい、人とかも出てはるやつですからね、はい、この子そうです、あ、そうなんですね、そうそうそう、はい、そうね、その子のこの間ちなみに彼女の、はい、グラビアが週刊プレイボールに載ってました、あ、そうです、はい、この子のエピソードもすごくジーンときましたね、あ、そうです、はい、それも聞いていただきたいと思いますけども、そして選手に続きまして、では山中新さんが出てる作品をご紹介したいと思います、はい、でも主演はタクさんですね、あ、来たね、はい、タクさんが出ておりますけども、はい、監督は下村雄二監督ですね、はい、アクションで有名ですけど、この前 の、 そのタクさんの一本前リボーンっていう作品も監督をしてます、はい、はい、これはあれで脚本がトモリアツキさんというね、はい、ちょっと難しい女優さんでもある方が書いてる、脚本でございます、で、まあタクさんとキングダムつながりで山崎健さんが、ね、出てるということで、はいはいはい、新田さんいつ出るんかなと思って、ね、うん、最後の一番戦いのシーンで出てくるという、へ、はい、これ91分うち77分がワンカットで撮ったという作品でね、あ、はいはいはい、だから70分後ぐらいに山中新田さんが来て、はいはいはい、すごい作品でございます、はいはい、これもちょっと見応えありますんでね、見てほしいなと思います、クリームサシ、クリームサシね、はい、題名が全然出てきてなかったいつ出てくるのかなと思いながら、はいはい、でこれ斉藤陽介さんが出てまして、去年亡くなりはったんでね、はい、遺作ですね、遺作になりました、うーん、はい、そっか、はい、とりあえずこれ、まあ、77分ワンシーンワンカットですよね、はいはいはい、やっぱり風を感じる映像です、ね、あ、だから、風と影が感じた作品でございますからね、僕もなんかね、何かの番組かなんかでちょっと特集やってたかな、うん、なんかちらっと見たんですけど、なんかすごかったですね、はい、なんかこれもやっぱりキングダムチームみたいな感じもありますので、全然引けを取らない作品で、ね、はい、スカッとします、はい、最後に、またカバと違う山中新さんが出るということで、はい、よろしくお願いします、はい、そして選手のこれは山中新さんつながりですけど、はいはいはい、ビッグ変態つながりですね、はい、これ79年6月30日、はいはい、去年も先週も1979年公開の映画でしたけども、はい、6月30日公開のアメリカ映画、はい、でもこれね、はい、今日は須田圭さん来てるから音楽が有名ということで、はい、音楽から先で来てましてね、はい、夢のカリフォルニアっていうね、はい、そのカリフォルニアドリーミングです、はい、これは、ジョン・ハンコック監督で、うん、その人の、まあ、代表作、はいはい、ジョン・ハンコック、はい、有名ですね、あ、有名ですか、有名です、なんかこれがでも一番代表作みたいな感じで、選手も我々出演してる人が残念や残念やご紹介したんですけどね、はい、まあ、これは物語は、まあ、そのひと夏もね、こういろんなエピソードが詰まってるっていうね感じだけど、主役が前とデンス・クリストファーという方がいてね、はい、ヤング・ゼネレーションとか出てね、はい、我々演技派か演技派やなって言われてたのに、もうどこ行ったんでしょうね、ノー生きてしまいましたね、はいはいはい、そして、この少女がいると、誰やグリンス・オコナーが出てますけどね、はい、もう彼女もちょっとぽっちゃりで人気が出たなっていう感じで、次にリトルモーという作品に出たんですけど、うん、どこ行ってしまったんですか、どこ行ってしまったんですかね、感じでございますね、はい、であとこれどっかにいたはるんですか、はい、まだご生存してますけどね、はい、でも今年亡くなった方が一人出てまして、タニア・ローバーズさん、おーおーおー、チャーリーズ・エンジェル、はいはいはい、最後に出ましたね、
出てましてね、だからそっちの方が有名やったんですけど、うん、でもダニエル・ロバーツさんだけが007の美しき獲物たちのボンドが、はいはいはい、そうですね、はいはいはい、そんな感じで、そっちの方が有名かもしれない、夏を感じてほしいと思います、はい、ほんで明日ね、FM 長崎の方でまた選手に、はいはい、曲を流すことが思ったんですけど、はいはい、夢の管理堀が有名ですからね、はいはい、ちょっとこの、その消えてしまったリトルモーのレコードをね、はい、音源で聴いてもらおうかな、なるほど、はい、なるほど、はい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 、なんで皆さんあの、はい、夏を思い出していただきたいなと思います、はい、はい、もう主催計算つながりでレコードでございます、はい、はい、ありがとうございます、はい、ありがとうございました、はい、ということでエンディングでございます、はい、いや今もちらっと言ってたんですけど、いつもはね、あのシスター K さん来た時って僕なんかあの今日もなんか駆け足で母ぜぜ言うてるわみたいな感じなのに、全然今日は何もないのは何でやろ、このあれかな、あのドライあのマスクのせいかな、息しやすいからかな、今なんかゴレンジャーみたいな感じみんな多分今日調子いいよ、トークの調子いいよ、いやいやいや、すごいすごい、なんか今日はあのなんかゆったりまったりしてるというか、何にもあの母全然言ってないなっていう感じではあるんですけど、まああのそういう月末がね迎えられてよかったなと思いますけど、まあまああの今月で、まあ、今日であの7月終わるんですよ ね、明日からはもう8月ですからね、はいはい、そしてお盆がやってきてっていう感じではあるんですけども、はい、でお盆が終わって1週間ぐらいしたらやっとマンボウくんが開けるかなっていうですね、ね、はい、いう感じでございますので、あともう少しですから、はいはい、皆さんもう少し頑張っていただければなと思うんですけれども、ね、はい、はい、我々も、ボッとはせずに頑張って、はい、その開けた後のことを考えて ね、 そうですね、はい、皆さんもうすぐですよ、あのカムイ映画祭り、もうすぐやりますよきっと、はい、っていう感じになるかなと思うので、はい、ぜひ期待してまた皆さん待ってていただければなと、まあ、それまであのカバとか、はい、ネバギバとかいろいろ映画ありますから、映画館で映画見ていただいて、はいはい、マンボウが終わったらここでもまた映画の情報 ね、やろうかなという感じでございますので、よろしくお願いします、します、はい、ということで今日はこれで終わりたいと思います、ありがとうございました、はい、さよなら、今日長めに行ったろ、